ギャラクシー S9 はサムスン電子が設計、開発、製造、発表、発売したスマートフォンである。ギャラクシー S8、S8 の後継モデルとして2018年2月25日にバルセロナで開催されたギャラクシーアンパックと2018にて発表された。ギャラクシー S9 とディスプレイの大きさ、カメラ性能によって差別化されたギャラクシー S9 がある。外観は 先代モデルの Galaxy S8 シリーズに類似している。ディスプレイ Galaxy S9 と S9 の前面は S8 と S8 に類似しており、両方とも18.5、9のアスペクト比の 1440p のスーパーアモレットディスプレイ、インフィニティディスプレイを備えている。画面サイズは S9 は5.8インチ、S9 は6.2インチとなっている。 ディスプレイの側面は傾斜のあるエッジディスプレイとなっている。カメラカメラは s q はデュアル構成、s q はシングル構成となっている。両モデルとも光の量に応じて F1.5 と F2.4 を切り替えることができるデュアルアパーチャーを備える。また、毎秒60フレームで 4K 映像を撮影できる。その他、毎秒 960fps の スーパースローモーション動画が撮影できるようになった。また、自分に似たアバターを作り、SNS で送受信したり、写真や動画を撮影したりできる ARA 文字が新たに追加された。ソーク、グローバルモデルの s q と s q には、エクシノス9810、アメリカ、カナダ、中国、香港、日本、ラテンアメリカ向けモデルには、 クアルコムスナップドラゴン845が搭載されている。メモリとストレージ SQ には 4GB、SQ には 6GB のラムが搭載されている。ロ m は64、128、256GB のオプションがある。また、マイクロ SD を使用することで最大 400GB まで拡張できる。バッテリーと充電バッテリー容量は、 SQ が 3000mAh、SQ が 3500mAh となっている。また、エアフィエルインダクティブとワイヤレスパワーコンソーシアムの地位をサポートしている。音響両モデルとも、音響ブランド AKG がチューニングしたステレオスピーカーが搭載されている。また、ドルビーアトモスにも対応している。さらに、両モデルとも 3.5mm イヤホンジャックを備えている。 ロック解除とセキュリティ SQ 及び SQ では指紋認証センサーが S8 シリーズと異なり、Galaxy A8A8 のようにカメラのすぐ下の中央に配置されている。また、指紋認証の他に顔認証と交際認証が使用できるほか、この二つを組み合わせたインテリジェントスキャンも使用できる。端末は常時、セキュリティシステム NOX によって保護される。デザインデザインテーマは、 ザエ e セ s s e n c e of Completion Infinity を採用している。カラーバリエーションについては、カラーバリエーションも参照。外観は、Galaxy S8、S8 と類似しているが、S8 シリーズと比較して変形しにくいガラスや金属を採用するなど、物理的耐久性を高めるための構造改善が行われている。S9 シリーズには、 ギャラクシーエクスペリエンス UI9.0 を備えた Android 8.0が搭載されている。主に S8、Note 8向けのバージョンと同じだが、新しいカスタマイズオプション、カメラアプリのライブ言語翻訳、ギャラクシーホーム画面の横向きのサポートなどの機能が追加された。ありがとうございます。